同、プラスチック、真鍮製のアグレットアグレットは、靴紐やコードの両端についている、プラスチックや、金属製の小さな覆いである。紐がほつれるのを防ぐほか、穴に通しやすくする。アグレットは、フランス語で小さな針を表すアイグイレットという言葉に由来し、この言葉はさらに、ラテン語でやはり針を表すアカスという言葉に由来する。アグレットは、 紐の端で針のようになっている。現代フランス語ではアイグイレットは飾り紐の方を指す語になっている。アグレットには実用を目的とした機能的なものと装飾的なものがある。校舎はループタイや職所等の端に見られる。今日ではプラスチックで作られたものが最も多いが、かつては金属、ガラス、石等でも作られた。銀のような貴金属で作られた。 装飾性の高いものもある。ボタンが発明される以前は、リボンを止めるためにも用いられた。小さい形に成形されることもあり、ウィリアム・シェイクスピアは、ジャジャウマナらしの中で、このようなものを、アグレット・ベビーと呼んでいる。世界恐慌の時代には、紙と糊で作られたこともあった。家庭で作る場合は、粘着テープ、ロウ、天然樹脂、接着剤、糸、 熱収縮チューブ等で覆うか、あるいは単に紐の端に結び目を作ったり、誘拐させたりすることで作ることができる。ありがとうございます。